ヤン・ハインツェはデンマーク出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF、DF。ハインツェは故郷のトーンビーボルクラブでサッカーを始め、いくつかのユースクラブを経て、1982年にオランダの PSV、アイントホーフェムへ入団。左ウィングを務めていたが、出場機会に恵まれず、2年目のシーズンから左サイドバックのポジションを獲得。 これ以降、攻撃的なサイドバックとして、同郷のフランク・アルネセン、セーレン・レア・ビーラと共に6度のエール・ディビジト1987から88シーズンの UEFA チャンピオンズカップ制覇に貢献した。PSV には12シーズン在籍したが、1994年からはドイツのバイエル・ユルディンゲンやバイエル・レバー空前でプレーを続けた。1999年に、 かつての同僚のエリック・ゲレツが監督を務める古巣の PSV に復帰、2003年に現役引退をするまで3度のリリーグ制覇に貢献した。デンマーク代表としては1987年4月29日の UEFA 欧州選手権1988予選対アイルランド戦で代表デビューを飾り、翌1988年の本大会では全3試合に出場した。 しかし、代表監督のリチャード・メラー・ニールセンと対立し、1991年5月1日の UEFA ユ u r o 92予選対ユーゴスラビア戦を最後に代表からは退い添えた。1996年にニールセンが辞任し、ボーヨハンセンが監督に就任すると、ハインツェは再びデンマーク代表に招集され、1998年の FIFA ワールドカップフランス大会、 2000年の UEFA ユーロ2000に出場した。モアテン・オルセン監督のもとで2002年の FIFA ワールドカップ日韓大会に大会出場最年長者として出場するが、暑さの中で苦しみ1次リーグ第2戦以降は控えに回った。この年に代表から引退するまで国際 A マッチ86試合出場4得点を記録した。ありがとうございます。